鉄です。命に嫌われているピアノ初級 B メロ動画の2になりますね。小節でいうと1、2小節になります。ここの左手と両手で合わせる練習していきます。ではこの B メロの1、2小節今日練習するパートですね、一度弾いてみます。では早速説明していきます。左手ですね、5番の小指でファになります。ファを、まあ、3回弾きますね。はい、次に4番でソです。はい、次3番でラですね。はい、そして1番でドを3回ですね。はい、もう左手だけだとちょっとよくわからないので、もう右手と左手合わせる練習していきましょう。まあ「命に嫌われている」はこの B メロのですね、この1、2、3、4小節が一番難しいと思います。でもここ弾けるようになったらですね、すごくかっこいいパートなので、是非皆さん難しいですけど練習していきましょう。まず右手が「レレレレレド」と弾きますよね。ここの最初のレレのレ1回目でまずファが入ります。こうですね。そして次もまた一緒です。はい、また右手がレドと弾きますよね。その時に左手ですね、こうなります。こうです。では続きいきます。左手はソの時、右手はレですね。そして右手がレミの、このミを弾いた時に左手が同時になります。こうですね、レレミのところですね。そして最後は一緒ですね。はい、ここだけやってみましょう。こうです。もう一度いきますね。じゃあここまで頭から練習してみましょう。はい、ね、ちょっと難しいですよね。まあここもね、でも何回も練習すれば必ず弾けるようになりますので、ゆっくり練習していきましょう。もう一度いきますね。もう一度いきます。はい、じゃあ次いきますね。はい、このようになります。もう一度いきます。こうですね。はい、じゃあ最後のところですね。最初のレの時に左手ですね。はい、そしてミを弾いた後に左手だけが1回入って、右手がレドドの時に同時になります。ではここでのポイントですね。左手がですね、一定のリズムじゃありません。この B メロが一番難しいんですが、ここをクリアしたら後が楽になりますので、まずはですね、細かく、まずは、1小節目、さらに1小節目の半分みたいな感じで練習していってください。細かくゆっくり練習するっていうことですね。はい、ではゆっくり3回練習してみましょう。
今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。分かりにくかった、うまく弾けなかったという方はバッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。